皆さん年末はいかがお過ごしでしょうか。もうバケーションに行ったかもしれないし、実家に帰ったかもしれないし、一人で過ごしてるかもしれないし、まあ、そんな皆さんにお届けする今日は今年やって良かった物事をお届けしたいなと思ってます。その前になんか正月のみかんみたいな格好してますけれども、こちら、アミとプーマのコラボの、セットになっております。今だまだやってるのかな。ちょうど表参道の駅の広告を確かアミとプーマがジャックしてると思うんですけど、それがこちらになります。割と可愛いんですよ、結構厚地で。さあ、みかんのことはさておき、まず最初はですね、私今年から松育を始めたんですよ。松育ってまあ私が作った言葉なんですけど、地毛のまつ毛を強くしようっていう活動を始めたんですよ。っていうのはもともと松育エクステンションねとかしてたんですけど、なんかこうポロポロ落ちてくるじゃないですか。でどん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 自分のまつ毛自身がやわやわになってる気がして、ちょっとあんまりこう健康的じゃないなと、ヘルシーで良くないなと思ったから、まつ毛そのものを強くして長くしたらこうヘルシーな感じで過ごせるかなと思って始めたんですよ。で、いろいろまつげ美容液があるけど、いろいろレビューとかめちゃめちゃ読んで探してこちらに行き着きました。エマーキットってやつなんですけども、これがすごい評判がよくって、串カツ屋さんみたいに二度漬け禁止って言われてるんですよ。それくらいそのボー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 伸びるんですけど、毎日朝とか晩とかにこうまつげの上と下の際とかに塗ってると、まつげが太く強く長くなったんですよ。これは本当に良かったなと思います。ただこれも人によっては色素沈着が起きちゃうよっていうレビューもあったりとかするから、まあ多分この肌質とか人の体質によると思うんで、まあ使うのも自己判断でやってほしいなと思うんですけども、これね、なんか案件仕事ってあるじゃないですか。よくなんかこう芳醇サジーとかアシパカレギンスとかあるんですけど、それのもう一個なんですよ。だからこうこれ私が紹介してると、あ、これ案件仕事なんだなって思われそうなんですけど、これガチで買ってるからね。ガチで買ってよかったから。次はですね、アップルウォッチですね。実はずっとそのアップルウォッチデビューしてなかったんですけども、今年初めて使い始めようと思ったんですよ。できっかけはパリコレなんですけど、いつもはその毎回ロレックスつけて行ってるんですけども、なんかパリですごく今そのロレックス狩りが流行ってると、危険だぞって言われて、他のにした方がいいよって言われて、あ、じゃあっていうのでアップルウォッチにしてみたんですけども、初めて電動自転車買った時くらいの感動、アップルウォッチ以前以降で人生変わったくらいに面白かった。何できるかっていうと、なんか運動が記録できるんですよ、勝手にやってくれてて。睡眠を測ってくれてたりとか、今日天気何度かなとか、晴れるかな雨かなみたいな、こうパパパって分かるわけですよ。これがすっごいなんか便利で、地下鉄とか乗るときとか電車とかもここで調べられたりとか、割といろいろ便利なんですよね。でもやっぱりロレックスもやっぱりずっと使ってるしな、たまにそっちも使いたいなって思った時に一回ロレックスだけに戻ったんですよ。じゃあなんかね、すごくね、忘れ物をして歩いてる感じ、ね、なんで、あ、ね、今私何歩歩いてるの何歩歩いてるのとか、え、見たい、え、見れないのかみたいのがなんかあって、で今の状況はどうなったかっていうと、こうなりましたこれはこれ、それはそれ。あとぜひ聞きたかったのが、皆さんこのアップルウォッチのこの何おすすめの使い方、こういう機能いいよみたいなのがあったら、ぜひぜひコメント欄とかに書き込んでおいてもらえたらなと思います。次は、あ、 QOL 上がったなっていう感じなんですけども、財布を持たなくなりました。携帯だけで全てを賄ってしまおうというところなんですけども、モバイルスイカにデビューをして財布持たなくなったのがこんなに楽かっていうくらいに、あれ持ってこれ持ってて、こう持たなきゃいけないものがこう出かける前にいっぱいあったのが、それが1個なくなった。あともう一個、玄関のドアに取り付けられるやつがあるんですけど、器具があって、それでアプリと連動してこうかざすとウィーンでドアが開くよみたいな仕組みをうちの玄関しているんですけど、そうすると家の鍵も持たなくなったんですよ。だからもう全てがストレスフリーになりました。もうこれだけで全部が賄えるっていう感じになったのがすごい良かったなと思います。でもちなみにこれモロ刃の剣で、携帯の充電なくなると私死ぬなって、家入れないしお金なくなるし大変なことになるなとは思っておりますが、でもまあ今のところめちゃめちゃ今年やってよかったことに入ってます。次はですね、歯の矯正ですね。私もともと歯もともと直しているんで綺麗な方だったんですけど、ちょっとだけ隙間が気になってて、で先生に相談したら矯正しますかってなって、矯正器具作ってもらったんですけど、
このプラスチック矯正ってやつ、歯型があるんですけど、こんな感じですかね。やり方としては歯型を取って、ソフトなプラスチックで1週間、ハードなやつで何週間みたいな感じで、最初当初2、3ヶ月かかるって言われてたんですけど、私の場合は1ヶ月でいいよって言われて、かつやってたらもう 2週間くらい経ったら結構もう元に戻ってきたので、割と戻りが良かったなと思いました。歯が綺麗だと笑顔に自信ができますよね。笑顔に自信ができると、たくさん笑うようになると、人生笑顔で過ごしたら良くない？あと思ったのが、これ先生に言われたのが、17時間くらいつけててくださいと言われたんですよ。寝る時もで、ご飯食べる時だけこう外してっていうなると、間食はしなくなった。外すの面倒だから、だったらなんかこう間食しなくていいやみたいななってると、割となんかこう規則正しい食生活になるんじゃないかなと思います。はい、続いてはですね、カメラですね。じゃじゃーん、XT5 です。あの富士フィルムの今一番最新機種ですね。このね、 XT5 何がいいかっていうと、ちょっと比較します。これ私が前持ってる T4 ね。ちょっと気持ちちっちゃくなってるの分かりますかね。ちっちゃい方が私は使いやすいから、あと持ち運びもしやすいから、ちょっと嬉しいなって。何が一番変わったかっていうと、 T4 から T5 いた時に原点回帰が行われたってことですね。とにかく写真を撮るのが好きな人が好きなカメラになってたってことですね。ちょっと T4 の場合は動画にも力入れてる節があったんですよ。T5 は写真を撮る人のために作られましたっていう、あの港に浮気してやっと夫が帰ってきたみたいな感じの嬉しさがあったわけですよ。一番その写真を撮る人用に向けて変わったなっていうのが、この背面とモニターの違いなんですよ。で、こっちがチルト式になってるんですね。こう縦の動きができますよと。 T4 の場合はいわゆるバリアングルですね。こうなってるじゃないですか。こうこんな感じ、あの動画撮るときに使う仕様がついてるんですよ。で、この仕様が T4 だけ入ってたんですよ。 1,2,3 はこれだったんですけども、やっと戻ってきたと。これが意味するところは、私は写真を撮りますよっていう、あの決意表明に他ならないわけですよ。もうなんかね、カメラ撮る人にとって嬉しいですよね。で、あとはね、中のスペックで言うと、確かこっちが T4 が2610万画素で、まあこれも大概でっかいんですけども、なんとびっくり4000万、すごない？写真にちょっと深みが増してるような感じの仕上がりになるんですよ。あとね、これもすごかった。あのね、まあこれ充電器じゃないですか。まあ充電入れます。例えば日本だったらこうですよね。ただ海外に行った時にこう変圧器ですね、こう入れてあげたりとかやんなきゃいけないじゃないですか。これが割と面倒くさいなって思ってたんですね。ただ今回からすごいんですよ。これがあるわけですね。これ何かって言いますと、ここはジャパンか。よし、パチッ、はい、すぐ使います。はい、すぐ使います。よし、パリコレか。よし、パリついたぞ。充電しよう。すぐ使える。これね、もうレボリューションじゃない？ちょっと待って、このスマートさ全然違うじゃないですか。なんかね、これがあの私的には富士フィルムが世界をマーケットにあのやってるんだなっていうのがすごく感じたんですよ。これ本当に海外仕様だなと思います。どこ行ってもやっていけるっていうね。はい、次はですね、体験ですね。経験してよかったことです。今年の3月パリコレ行ったんですけども、まだその頃はそのコロナが猛威を振るっていて、日本からこう行ったジャーナリストがほとんどいなかった中で、まあ、勇気を出して飛び込んだんですけども、結果それはすごい自分がジャーナリストとしての自信がすごくついたなっていうのと、改めて現場主義って一番大事って、あの自分の仕事の源というか根本にある原理主義みたいなところが確認できてよかったなと思いました。やっぱり別にこたつ記者にもなれるけど、私はやっぱ現場で仕事して自分で見てきたものだけを信じてものを伝えたいんだなっていうのを改めて分かってよかったです。でもう一個はこの間のあのロンドン会ですね。ロンドン行ってきたんですけども、あのその時って実はちょうど私、パリコレセミナーやってるんですけど、セミナーの準備でめっちゃくちゃ忙しかったんですよ。毎日もうずっとパソコンとにらめっこしているような状態でやってたんですけども、その時にうちのマネージャーがでも行ってきたらみたいな感じでいざなってくれたんですけども、行ったら行ったでやっぱすごい良かったなと思いました。つまり私っていつもこの
仕事をやるときにギュッと集中して根詰めてやって、終わった休憩するみたいなオンとオフというかを結構分けないと気が済まないタイプだったんですよ。ロンドンに無理やり行ったことで、セミナーのやらなきゃいけないこと以外のアクティビティをやることで余計そのアクティビティもちゃんと楽しめたし、逆にそれがやったからもっと仕事頑張ろうとか、そのセミナー頑張ろうみたいなモチベーションにもなったし、オンとオフの切り替えの使い方のコツをロンドンで掴んだ感じがしました。結構この人生で結構大きいチェンジだったような気がします。最後はですね、うち実家石川県なんですけども、石川県って割と工芸が盛んなところなんですけど、ゴーフォー工芸っていう工芸のイベントをやってたんですよ。で、私今回また参加させてもらったんですけども、漆の作家の高橋優馬さんっていうすごいクリエイティブな人がいるんですけども、その人とコラボして器を作って、その器を用いたディナーナイトっていうのをやったんですけども、何をしたかっていうと、高橋さんとすごいお話をしてて、ゼロから1を作るっていうよりも、見捨てられたものを自分たちが掘り起こしてもう一手間加えることによって世に出ていくんじゃないかみたいなことをやりたいねって言ってて、あの長野のお店で小沢さんが言ってたデッドストックをライブストックにするみたいな話あったと思うんですけど、まさにそれをやりたいねって言ってて、で私がこういろいろ探し回って見つけてきた、もう今は価値のなくなってしまった器を高橋さんにパスして、高橋さんがそれを漆をこう綺麗にデザインして入れ込むみたいな、めちゃめちゃおしゃれなんですよ。ディレクションっていうと、こういうものを作ってくださいっていうから、こういうものっていうのはある程度頭の中で想像できている話なんですね。ただでもアーティストコラボレーションっていうと、こう私はあなたにこれを投げます、僕はあなたにこれを投げますみたいな感じで、ジャズのセッションみたいな感じで次に何が出てくるかわからないんですね。その最終的な仕上がりがどう落とし込まれるかわからないドキドキがやっててすごく刺激的で楽しかったなと思いました。あとはまあその器を用いて、その金沢のすごくあの知識人みたいな方が10人くらい集まってくれて、あのディナーナイトした時のその会話がすごく知的でインテリジェンスがあって、すごく学びになったんですよね。なんかこういうことはこれから定期的にこうサロンみたいな感じでできたら面白いかなとかってちょっと思ったりもしています。そんな感じでした。もし皆さん今年やってよかったこととかあったら、ぜひコメント欄にも書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとは2023年はこれをやるぞみたいな抱負でも良いので、ぜひ聞かせてもらえたらなと思います。じゃあ皆さん良いお年を。